今日はクリスマスです。大石田町ではサンタクロースが一人暮らしの高齢者にプレゼントを届けました。はい、メリークリスマス。こちらプレゼントと、あとこちらケーキです。大変だって、本当に大変ありがとうございますっていつもお世話になってね。大石田町の福祉ボランティア団体憩いの会では、クリスマス気分を味わってもらおうと、一人暮らしの高齢者の自宅を回ってプレゼントを配る取り組みを15年以上前から行っています。今回は県の森林環境づくり事業の交付金を活用して、県産の杉で作ったトレーとケーキを用意。サンタクロースに扮したメンバーが、体に気をつけてくださいねなどと声をかけながらプレゼントを手渡していきました。嬉しいな、使いやすそうだね。ちょっとあいつの本分の代わりにもなるような。いつも今日気が利いたものをね、心のこもったものをいつもいただくの、本当に感謝します。今日は町内のおよそ70軒を回ってプレゼントを配ったということです。